モカ太郎の動画。よいしょ。ガシーン。私がバットマンだ。バットガレージ行きます。はい、バーン。にゅ。バットコンピューター、ようこそ。あ、こういう風に車両を選択できるのかな。多分そうだよ。車両呼び出し中。おお、かっこいい。かっこいいね。これが有名なバットウィングですね。航空支援偵察用のバットウィングですね。アーカムアサイラム版バットモービル。わあ、動かせるよこれ。おお、すごいね。すごいすごい。うえい、うえい、かっこいい。うえい、かっこいい。これそう、やばいね。これかっこいいね。これ好きだな私。これ何用？追跡用高速走行車だって。うえい、かっこいい。じゃあ他のも見よう。他のもバットモービル。戦闘追跡両用車両、両用車両、戦闘追跡用量、両用、戦闘もできるし、追跡もできるってことだ。あ、でも確かに強そうだもんね。タイヤがイガイガしてるね。うわー、ちょっとこれ見て、見て。ホイール見てこれ。バットマンのエンブレムついてるよ。ちょっとかっこよすぎるよ、これ。うわー、すごいね。なんか、あれだね、カブトムシみたいだね。これで会社通勤したい。かっこいい。お気をつけてブルース様。ありがとうございます。お気をつけて。私ブルース、ね、お気をつけて。追跡ビーコンに近づいてらっしゃいます。見つかりましたか？おおなんでここにいんの。あ、リンゴ、リンゴがあるよ。食べてるね。うわ、すごい、中見えるよ。誰かいる？お気をつけて。あ、誰もいないよ。うわー、ここまで見えるんだ。すごいなぁ。これあれだね、ビルのベランダにいるね。うーわー、これは確かに立った方が楽しいね。お覗いてみたい。お気をつけてブルース様。いた。いましたね。イケメンさんいました。イケメンさんいましたね。ちょっと行きますか、じゃあ。はい。おお。いた。殺されている？なんで？データレコーダー。犯人を見つけなければ。鑑識スキャナーでナイトウィングを鑑識するそうです。そうすると過去のデータを見ることができるらしいです。はい、それではスキャンします。あ、こうやって使うんだね。複数の外傷。原因は血。なるほど。お気をつけて。おお、私が鍛えたものの中でも一番強いお前が。主な怪我は3箇所だ。いつ負傷したのか、それが分かれば犯人に近づけるかもしれない。なるほど。なんだい、なんだい。スキャン。じゃ、このイケメンが3箇所の怪我をしたそうです。で、再現映像を使って今からどこでその3箇所を怪我したのかを見ていく感じですね。おお、すごい。右を押すとね、時間が再生される。その時のね。うわ、なんだよ。どっから来たの？え？怪しいね。見るからに怪しいね。もうなんか話をしているよ。お！なんだなんだ？うわー、なんだ！なんだこのオレンジのやつ。ちょっと待って。怪我、顎の骨折。今ので骨折したんじゃない？ここだよね、多分。ほら、すっごい痛そうな顔しても。あーって。あー、ちょっと殴られたっていう顔してる。隙を見せたところに一発目を食らって顎が砕けたんだ。ここで顎砕けちゃったんだね。うわー、痛かったね。うわ。これちょっとひどいね。うわうわうわ。あー、ちょっと待って、あのバチーン、私が好きなこのバチーンが、うわー、びっくりした。吹っ飛ばされたね。
うえ、回し蹴り。うえ、うえ、うえ、ちょっと待って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 、ちょっと休憩しようぜ、休憩しようぜ、休憩しようよ。顎割れたから休憩しようよ。じゃーうわ、ちょっと待って、私の後ろで戦闘が行われてる。ちょっと待って、下十字キー下を押すと後ろ向けるんだよね。はい、うえ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 、なんだこのオレンジのやつは。うー、ちょっと後ろ向けよ、よいしょ、はい、いた、はい、うわすごい、うわ、腕の骨折、これだね、絶対これだ。イエーイ、待って待って、やめてやめて、あーって感じだよね。待って待って、それ折れるよ。ここでスキャンしよう。はい、スキャン。犯人は確かに強く速かった、だがそれだけではない、お前の戦い方を熟知していた。なるほど。あー、この時点で肋骨は折られていない、戦闘の終盤でやられたんだろう。なるほどね。はい、振り払って蹴られた、蹴られたね。このオレンジは強いね。あ、それは何、あ、ちょっと巻き戻そう、今の見たい。これがよし、逃げろ。うわちょっと待ってちょっと待って、5階のところからうわー落ちてドカーンってこれは誰でもおるよ、これは痛いって。これちょっとどっかで、そこ行きたい。あ、いた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 、こっからでしょ、こっからここまで上がったんだよ、この高さから、この高さから。はい、なんかぶつかりました、外れました、ドン、はい、これはこれは痛いよもう折れてるもん、手すり、手すり折れちゃってもん、ほら、これは絶対骨折だよね。うわうわうわ、これは痛いね。じゃあここで、ここでスキャンしよう。犯人はお前の動きを予測して逃走を防止した。お前が背中を見せるなんて。なるほどね。最後、頸椎の骨折、これが致命打になったわけね。なるほど、致命傷を調べます。うわー、かわいそうに、ナイトウィングやられちゃうよ。あ、やられたんか。うわー、ナイトウィングが、私のナイトウィングが、あー、オレンジにやられる。あー、ナイトウィング、あー、嘘だ嘘だ、誰がやったのか今から突き止めるから、ちょっと待っててね。死んじゃってるけど、ちょっと待っててね。まだ魂はここら辺にあると思うから。はい、ということで、アイスバーグラウンジに行きます。あー、間違えた、うん、よし、じゃあ今日はここまでにしとこう。うい、すっごい楽しかった。大丈夫、あ、ごめん、マイク触っちゃった。眉毛ある、眉毛あるの。あ、今日結構癖ついたね。癖つくときとつかないときがあるんだね。はい、ということで、ナイトウィングの装飾が、あ、装飾じゃない。あー、すごいショック。ナイトウィングがなくなってた。すごいイケメンなのに、すごくショック。あの人好きだったのに。ナイトウィングを発見できたので、次回はロビンを探したいと思います。はい、ということで、ご視聴ありがとうございました。あ、ちょっと一回やりたいんだよな。一回やりたい。ね、ちょっと一回やりたいことがあるの。ここでいいかな。ここでいいかな。はい、ということで、皆さんご視聴ありがとうございました。バイバーイ。